ヤッホー。おい、皆さんこんばんは。こんばんは。今おてつミュートで喋ってたでしょ。はい、ちょっとね、いつまで撮っても出てこないなと思ったから。あのずーっと喋ってたね。そうだよね。なんだろう。礼を拝いたしました。はい。というわけで、始まりました。7月29日月曜日、時刻は22時を回りました。たびたび夢大陸でございます。はい。はい。今日はちょっと。すごい格好をしてますけども、気持ち悪い、いつものおてつでございます。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。死んでんの？生きてるよ。そう、一応生きてるよって。私もちょっとね、恐怖メイクで来ようかなと思ったんですけど、よかったやめといて。みんな恐怖メイクじゃおかしいですもんね、いくらなんでもね。ああね、確かに、はい、今日はね、噂のあの場所なのでとっても楽しみに来ましたよ。今日もよろしくお願いします。はい、あれ。たけちゃん、俺自己紹介するの忘れてた。基本的に僕は、怖いのは大嫌いなんです。あら、そうですよね。はい、大嫌い。あらららだから今日は、ここで見送らさせてもらう。かけるしたねー。そういう手もあったか。ピピピピピピーン、達者でなもうタケル君にも今日はいつもの通りに来ていただきますからね。そうよね、頑張っていきましょうね。確かにちょっとテンション低いかも。はい、それではですね、今日はなんでそんなにタケル君が怖がっちゃってるかというと、こちらのこのイベントに来ているからです。じゃじゃーん、カササギ2013ウェイでございます。そういう声で言うのか。ちょっとね、やっぱり雰囲気に。カササギ、カササギ、楽しみ2013ね。夏ってこういうイベントってね、いいですね、楽しみの一つですけどもね。怖いでしょ。そうですね、ちょっと怖いかもしれない。かもしれない。ですね。ね、でも本当夏にはでもやっぱこういう怖いイベントっていうのはね、もうぴったりというかね、おすすめなものだと思いますんでね。そんな、話題沸騰のカササギ2013さんを今日は皆さん。13さん。なんかおかしかった。2013カササギをご案内いたします。はい、スーパーいいんだね、こうやってね。スーパーいいね、わかりにくい。はい、たけるくん声がなんか小さくなって。大丈夫？大丈夫よ。大丈夫、聞こえない。大丈夫です。大丈夫って言ってもいつも大丈夫はないって言って、大丈夫って言ってるから大丈夫なんじゃない。大丈夫です。大丈夫ですか。はい、じゃあ今日も頑張ってね、たけるくんも男を見せてもらいながら行ってみたいと思いますけれどもね。はい、では噂のカササギさんご案内する前に、この番組のスポンサーシムの皆様をご紹介いたします。はい、はい、この番組の提供シムは J サポエリア86 SSOC以上のシムの提供でお送りいたします。今日も皆様よろしくお願い、ヒュードル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 いたします。全然怖くない。ちょっ
と今日はちょっと、ね、おてつのキャラ的にちょっとね無理があるよね。あー無理があるのかな、ね、雰囲気に合わせてちょっと今日は行ってみたんだけどもな。うん、うん、はい。そしてですね、じゃあちょっとねこの今回のイベントのこう、はい、ストーリーというかですね、まあ、はい、なってますけれども、はい、早速ストーリーをご説明をしてから早速行ってみたいと思いますんでね。はい、はい、ですね、この村で行われる七夕祭り、かささぎ祭り、うん、食の糸と願いを笹に吊るし、それをかささぎが橋となって天へ届けるというロマンチックな風習のあるお祭りです。うんうんうん、でもかささぎ村の七夕には秘密があるらしいのです。なんで負けね。ごめんなさい。はい、村人に話を聞いても皆暗い表情をするばかり、うん、遠い昔に起こった悲しい物語、そんなかささぎ村の秘密をたびたびメンバーが今日は紐を解きます。どうぞ。助けてー。やめてー。えええそこはダメー。そうなの。逆に顔して顔してる、うん、ね、というようなストーリーがおりますけれども、はい、はい、そして今いるところが、テレポートして一番最初に到着するポイントになっておりますけれども、こちらの後ろのバス停のところからスタートをしまして、かささぎ村に行ってみたいと思います。はい、今ユーストリームのお客さんがたけるちゃんちびっちゃダメよって言われてちびないから。言われちゃってますね。おしっこなんか出ないから俺。そっか、ロボットだから。そっか、まあね、そうだね、確かに ね、 ね、まあね、うん。では、okay、 心の準備は大丈夫ですか、できましたか。はい、次第は行ってみたいと思いますので、はい、はい。ではこちらのバス停のベンチがテレポーターになっておりますので、うん、こちらにシットをして、会場の方、現地のスタート地点の方へ行ってみたいと思います。はい、はい、行ってみましょう。ドドン。はい、うん、ここはどこだい。ここはですね、かささぎ村のちょうど中心地という感じの説明をしたらいいでしょうかね。はい、はい、ここからスタートをしていくんですけれども、はい、まずこちらの方にですねハットを取り付けていただくようになりますので、はい、おい、こちらのですねライン下りの発見場という発見売り場があるんですけれども、うん、こちらの方に、あれ？あ、そうだ、ごめんなさい、忘れてた。ここハットをつける前に、ここ今スタート地点なんですけれども、協賛店さんのですね、出店なんかがこうよくあるじゃないですか、こういったレポート。まず俺そのお店を紹介するのを忘れてました。こちらの方にですね、このようこそかささぎ村へと書いたこちらの方に行きますと、今回の協賛店さんのですね、かささぎスペシャルなものをたくさんこちらの方で売っているんですよ。いいですね。ね、素敵なのが。7ドルから、あの七夕に合わせて7ドルから777リンデン。あー、なるほどね。はい、こうです。美味しそうだね。ね、こんないろいろね素敵な着物です。チキンとキン、チキンとキンもありますけどね、これ俺もゲットしちゃいましたけどね。あんまりやっぱりそうだったんでね。美味しそう。ね、だからちょっとこう七夕祭りのこうお祭りの夜店的な感じの雰囲気がねあったりとかして、あとこちらの方に来るとですね、うん、こう七夕なのでこう短冊にこちら来るとあのみんなで願いを打ち込んでかけるようになってるんですよ。うん、こう短冊をタッチするとこうチャット入力みたいな感じで入れるとですね、うん、願い事がかけると、こんなあったりとかもねしてね。あれ、モニちゃんカメラさん、あの上の段のところに短冊真ん中辺なんですけれども、うん、昨日のカレー美味しくなりますようにせめこ、あれ
エドワードとラブラブなるほど、こんな感じでね、なるほどね、出会いがね、うん、かかかか玉の腰狙いクリとか書いてる何それ、大丈夫、エドワードいるから。でも、トケル君もなんか股間の油漏れが治りますようにとか俺いつ股間の油漏れとかしたんだよ。おい、これやらせだろ。玉の腰狙いって書かれてるよ。まあ、なんでビッチが増量しますよねこんな感じで、すごいな、この仕込みっぷり素晴らしい。入って叶えられるっていうね。なるほどね、穴場だ。こんな感じでね、はい、かけたりなんかもしたりしておりますよ。なるほどね。はい、ではこちらのね、くるっとね、こんな感じでお店が並んでおりますのでね、はい、こう一通りあのロールプレイが終わったらね、こちらでゆっくりお買い物なんかするのも、ね、いいですね、楽しい。いいですね。限定のね品なんか結構あるみたいなんでね。あ、なるほどね。はい、こちらも要チェケラでございますよ。はい。そしてこちらで、それでさっきの本当はそれからハットをもらいに行かなきゃいけなかった。なるほど。はい、こちらのですね、ライン下り乗り場のところですね。はい、はい、こちらに村人から受け取るの。そうですね、この鳥居の下に今、うん、お姉さんが、はいね、メルモさんにのお姉さんが立ってそれはどうかと思うんだよね今ちょっと話しかけようと思ったけど、ちょっと今のその一言で後ずさりをしちゃったんですってか俺最初見た時、わんこれマジメルさんだとか思ったんですけど、違ったみたいですね。違うでしょ、ね。でこう船に乗る前にお渡しするものがございますということで、タッチをしてハットをもらってください。はい、ほいぴ。え、これ装着しちゃっていいのかな。ということで、はい、そして装着をしちゃってください。はーい、はーい、着すると、多分画面の左真ん中左ぐらいに今小さい四角でお守りの守りっていうのが、なんか出たね、出てますかね。これが出てれば大丈夫でございますんでね。なるほどね。はい、じゃあこちらのハットはゲームが終わるまで外さないようにしていただけたらと思います。なるほどね。ではこちらの先にハットを装着しましたら、はい、こちらの笹舟の方に皆さん乗ってくださいまし。はい、乗ってるけど、おともしかできないけどね。よっ。なんか、皆さん、それぞれの格好でね、乗ってますけどね。で、今ですね、船ですね、はい、次の船の出港まであと90秒ぐらいですね、雰囲気に出てるので、うん、今、看板を見ると、次の出港まで80秒ってなってますのでね。なるほどね。ちょっと今しばらくね、お待ちいただけたらと思いますんでね。はい、結構あれですか、クリオネさんとかはこういうイベント必ず、あ、強制発信、あ、スタッフのスイカさんが発信してくれます。ありがとうございます。強制発信お願いします。スタッフのスイカさんが強制発信をさせていただいて、ありがとうございます。ありがとうございます。なんと気の利く、さすがますって感じで、スイカちゃんいつもお世話になっておりますって感じでね。ありがとうございます。まあ、お、どんどんタイムが、あ、動いたありがとうございます。イエイ、はい、また行きたい、行ってきまーす。僕はこの船降りたところで終わるけどね。いやダメですよ、ダメですよ。あの洞窟の中入るだけでもちょっとかなり嫌だもんね。本当に確かにね、嫌だよ全然ね、確かにね。こう夏祭りのいい雰囲気からちょっとこのね洞窟に入っていくと、入る前からだいぶ雰囲気が変わってきちゃってますけどもね。何だこれ、雰囲気雰囲気になるのかな。なんか出てきたよ、なんか出てきたよ。あ、次回出てきた、んいい感じ。お、どこまでも終わらない闇、ありやまない耳鳴り、遠い場所で声がする。うわ、なんかこの字がもう怖さが、なんか音が鳴ってるよ。あ、でもこれ
すごく映画みたいでかっこいい。かっこいいっすねこれね、うん、かっこいい。おあ、なんか物語が始まるのかしら。あ、プロローグみたいですね。始まるみたいですね、うん、あ、なんかさっきの雰囲気とだいぶ、あ、誰だよあの人は。天牛さん。天牛ですね。天牛さん、そこにどなたかいるのでしょうか。道に迷われましたかって言われましたね。あら、目が包帯で巻かれて、巻いちゃってますね。ん、糸を持ったカササギを見かけませんでしたかっておっしゃってますね。うん、うん、糸を集めなくては。ほら、糸を探してるでしょうかね。そしてふと気がつくと、天牛の探し物を手伝ってあげましょう。うん、野田のあちこちにいるカササギにタッチしてください。天牛が探しているカササギなら糸が一つもらえます。うんうん、うん、なるほどですね。はあ、集める糸は緑、赤、黄色、白、黒の順番に5色です。そうですね、さっきあのプロローグでね、天牛さんが、うん、あの糸を持ったカササギをって言っておっしゃってましたよね。天牛、うん、まあ、さんが、まあ、糸探してらっしゃる、まあ、お手伝いをしていこうということで、うん、1,2,3,4,5 種類の糸をですね、うん、これ順番に集めないといけないんですよ。なるほど、はい、この順番じゃなきゃいけないのね。そうなんです、この順番通りに緑、赤、黄色、白、黒っていう感じで、順番通りに集めていきたいと思いますね。これさ、なんかさ、うん、糸とかだったらさ、うんうん、なんかマーケットプレイスとかで買ったら売ってるんじゃないの。そうよね、多分、うん、俺が思うに天牛さんリンデンドル持ち金少ないから多分マーケットプレイス使えないのかもしれない。そう、うん、だから頼んだのかもしれない。糸だけだったら、糸を渡せばいいだけだったら、もうこのまま、ここでもう買って渡して終わり。終わって、糸を渡してさ、うん、いやでもやっぱりね、ここはやっぱ実際に集めてあげたものをお渡しして行ってみたいと思いますんでね、うん、はい、でこちらの方に来てみると、うん、ほらここにも今一匹カササギさんがいるでしょ。あ、これがカササギだね。そうそうそう、このカササギさんをタッチすると、うん、糸を持ってるカササギさんだと、うん、糸をくれます。あ、押していいの。うん、押していいですよ。で、糸を持ってるカササギさんでも順番が違うとまた後で来なさいって感じ言われる。ちょっとタッチしてみてください、このカササギさん、うん、近くに寄らないと。糸が4つ集まったらここにおいでって言ってね、言ってるでしょ、うん、あとはこのカササギさん、もしかしたら糸持ってるかもしれないので、持ってるね、こいつ、うん、あ、何個か集めてからじゃあ来てみましょう、うん、ね、なるほどね、そうだね、うん、はい、じゃあさ、うんうん、こいつ見えたら困るから、うん、俺ここで見張ってるよ。出た。多分ね、うん、ちゃんとこう見張っててくれると思うから大丈夫だと思うんで。そう、たけるくんも一緒にね、探しに行きましょう、行きましょうってね。そうかい。ね、そんなに言うなら、うん、一緒にないでもないけど、一緒にないでもない、ね、で、ここさっきのさ、スタート地点のところと似た雰囲気が似てる。口が出ちゃってる、カササギ、うん、裏カササギ村みたいになってる。あー、なるほど、ね、その中でじゃあ糸を探してみたいと思うんですけれども、はい、ちょっと地点に来ると、あとこちらなんかでね、手持ち提灯なんて、これフリーでいただけますんでね、これ提灯、提灯、うん、僕が今左手で持ってるやつでね、よかったらぜひね、こちら来て、はい、せっかく俺にはタケルピーノがあるけど、提灯で、提灯でね、雰囲気で一応ね、提灯、提灯、提灯もらえたかな。何これ、何これ、あ、なんか転がってきてる、ね、え、何これ、なんか、あ、階段、横の階段から、何これ、ウチムシじゃないの、これ、ウチムシみたい、なんでタケル君で、タケル君とこにいっぱいなんか、何これ、タケル、私のとこにも来た、タケル君とこにも来た、うわ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 、なんかいっぱい転がってくるよ、何これ、気持ち悪いよ。提灯はもらえたかな、大丈夫ですかね、もらえた、もらえた、うん、提灯動いてると思ったら提灯じゃなかった、提灯やめてくれないかな、違うのかな、うん、ねえ、ちょっとね、
ほんとびっくり突然だったけども、たけるくんはちょうちんもらえた、大丈夫かな、もらえた、もらえましたか、うん、じゃあちょっと早速怪しげなところを探して、はい、カタサギさんから糸をもらって集めてみましょうかね、うん、はい、じゃあちょっとこっちの神社とか怪しそうなんで行きましょうか。お、なんかなんか、おおおおお、なんか戻された、戻されたよ、戻された、なんか力がかかって、なんかこれここの神社壊れてんじゃん、なんか朽ちた神社、入っちゃいけないロープ入ってたよ、あったよ、おせつそこ行っちゃダメなんだよ、あ、行っちゃいけないところに、なんでここにおてつの名前がついてんの、ん、あ、地蔵さんに、おじお鉄地蔵じゃないか、これは上さん。なんでなんでしょう、これ。なんでここですね、至る所にですね、うん、お地蔵さんがこう立ってるんですけども、うん、いろんな人の、なんかどうも名前が入ったお地蔵さんが何個か見つけられるみたいなんで、今回たまたまお鉄地蔵でしたけどね、うんうんうん、ちなみにあの私、前回あのお伺いした時は、違う方の名前になったんです。そうなんだ、面白いね。今ちょうどタイミングよくで俺の名前が。そうなんだ。うん。ただそのうちタケル地蔵とクリオネ地蔵なんかも出てくるかも。なるほど、ね。知れませんよ。ね、ちょっと面白いな、これ。これなんかおかしくなるかも。うん？どこどこ？なんかさ、こけしがさ、いっぱい浮いてるよ。あ、本当だ。うん、そしてタケル君の右斜め前方に。カササギさんがいませんか、そこに。え、あ、なんか。あ、本当だ。もう、じゃあ、クリックしていい？クリックしてみてください。聞いてみてください。ここにより集まるメスの魂は、金牛の強い念によって集まってしまったのかもしれない。あららららららら。そんな場所だったのね、ここ。糸はもらえましたか？もらえない。あー、じゃあ、このカササギさんは糸違うっぽいかもしれないです、ね、こうやってひょっとして探していくんだね。そうですね、こんな感じであのカササギさんが至るところにいますんで、うん、あのごめんなさい、大丈夫ですか、あれ頑張って、うん、これ呪われちゃったんじゃない、うん、すみません失礼しました、変なところ、ね、ちょっと僕の目が片方消えてない、消えてない、あ、なんか、うん、じゃあクリオネさん後ろのところでこう立ってもらうと、あ、なんかいい感じで、いい感じこんなポーズが撮れる、絵を描いてんじゃない、うん、ちゃんとポーズしてますよ、そうですね、にゃんにゃんポーズ的な、にゃんにゃんポーズ、なるほど、うん、ね、こんな感じでね、あのカササギが至るところにいるんで、カササギ見つけたらこうクリックしてみると、なるほどね。でも、もうあれだよ、日本野鳥会みたいにバードウォッチングしようってことだよね。バードウォッチング。そうだよね。じゃあ、全然怖くないよね。バードウォッチング。なんだろう、いける。いける。お、なんか、なんか。いける。なんか来て。なんだよ。おい、すごい。あ、俺動けなくなったし。押すなよ。押されてる、押されてる。てか、見えない力が働いてる。見えない。何気持ち悪いんだけど。っていうか、だって、このお寺、だって、透明で引いてみると、なんか、骸骨の手みたいなの掴まれちゃってすごく怖い感じ。あれ、これ言っちゃいけ、言っちゃいけないんじゃないの、あー、これ本当入っちゃいけないお寺だったのかもしれないですね、いとも。あれは見守りやってるわ、延長時だよね。確かに。じゃあ、うん、あとどっちにあるか、じゃあこっちの方行ってね。はい。怖いとかじゃないんでしょ。まあね、怖いとかはね、ちょっと。なんか飛んでくるね。うわ、飛んできて、びっくり。何これ、何これ。とかね、しますけども、あ、なんか見せ物小屋みたいなとか。見せ物地獄って書いてる。ね。お祭りでなんかよくこういうのありますよね。あるよね。うんうんうん。よかった、たけるくんちょっとなんか怖い絵が描いてある。うん。入ってみてよ。はい、どうぞどうぞ。あ、カササギがいる。うわ、なにこれ。あ、なんか、えらいことすいません、キムチがわからないんですよ。よかった、入んなくて。
さん、ちょっとタッチしました？なんかたけるくん大変なことになってるけども、え、これ中に入ってカササギをタッチすしないといけないの？中に入ってカササギ、いや、ですね、ここはとりあえず、あ、大丈夫、大丈夫かもしれない。あ、たけるくん多分もう出れると思うよ。なんだ今、ここは多分大丈夫だって。ちょっと待って待って、ちょっともうやるから。ちょっと、あ、たけるくん出るの遅かったから、また始まりだ。タイミングで出られたりするのか。終わったとき。やめて。そんなに見ないで。2回目ね、たん、ご堪能くださいっていう感じでね。ごめんなさい。ごめんなさい。じゃあ、たけるくん、次パッと顔がなくなったとき。お願いします。なくなったときにパッと出てね。なくならないじゃん、ほら。今。そうそう、あ、出てた、出てた。できたよかった、よかった。よかった、よかった。あ、よかった、いや、家に帰って。戻れて、戻れてよかった。よかった、よかったってことよ。うん。じゃあ、たけるくん、ちなみに、かささぎさんは、糸は、もらえなかったようでございます。わかんないよ。怒ってる。怒ってるか、怒ってる。怒ってる、怒ってる。ね、じゃあ、とりあえず、他のところを回って、じゃあ、あのミルクホールとか行ってみましょうか。じゃあね、何ミルクホールって、こっちのほら見せ物小屋さんのミルクホール、なんか飲めるとこ。ミルクホールってあれですよね、ミルクを飲むホールですよね。まさにミルクを飲むホール、ミルクを飲むホール。ミルクを飲むホール。かよいさん、今の英語に関してどうなの、合ってんの？ミルクホールって何だろう、知らないよ。何ミルクカフェみたいなところ。もう中入ってみれば、わ、なんか昔のカフェみたいなところですよね。うん。こんな感じの、今、なんかあれじゃない？バーじゃない？うん。いい雰囲気、いい雰囲気。何？なんかだんだん人が、というか、骸骨さんが。満席だったよ。満席だな。骸骨で。でも、あそこにカササギがいるよ。カササギいるでしょ？なんで、ねえねえ。なんでこれは悪になるの、この骸骨。こう、振り向きざまで男アピールみたいな。ちょっとこれなんで俺、骸骨が悪になったまま動かなきゃいけない。そうそう、結構これね、カメラコントロール取られるようになってるんですよ。ちょっと、動く、動いた。動いた。ほら、カササギ、もう一羽発見ですよ、カウンターの前に。これどうすか？糸もらえそうですかね？クリックして。ほい。したけどもらえない。もらえない。剣。なんか優しい青年だった、うんうんうん。光を失うまでは。やっぱり目が見えなくなったんですか。目が、先ほどの人ね、目優しい人だったけど、光を失ってからは何かが。うん、ね、目のところなんか巻いてあって、ね、目隠れてたけど結構イケメン。わ、この店員さんとかもすごい怖いんだけど、よくできてるな。でもな、これさ、これさ、うんうん、カササギ取って、また動けなくなった、また動けない、動けない、やめて、やめて、よいしょ、骸骨を呪いで動けないよ。最後の一人がドヤ顔でアップで映ってる。確かに最後の一人、あの奥の店員さんもすごい怖いんですけどって感じ。そうだよな、おかしい。てか、おこげさん真ん中通るとまた捕まるよって。やめてくれないか。てたんだけど、ごめんなさい、ハマっちゃいましたって。これずっとこうなってんの？そう、結構ね、ある程度長いね、ロックされる。うん、来る。いいと思うけどね。急げ急げ急げ。そうだね。急げ。だってさっきの店物小屋もね、絶対怖かったよ。2階もあるね。店物小屋もあれ結構ね、かなり。ね、2階とかあるかな、なんか思ったよ。何？ 2 階は。2階はなんか、兄弟。気持ち悪いような気もしてね。これやっぱ、兄弟、これなんかね、やっぱ女性クリさんとか。そうだよね、車屋さんだよね。怖いものが見えそうで嫌だな。何？皆さんやって。やってみる？座る。え？座る。
座布団もっと近く行かない座布団もあるから座布団にしたから東大じゃなくてクリさんも怖がって遠くから遠くから遠くからなんかすごいねアップになったよ。あ、なんか見える兄弟開きました。兄弟開いたよ。うん、開いた。うん、なんか怖い人が映ってますよ。怖い人が映ってた。うん、びっくりしたよ。あの人誰誰だったんだ。誰？エドワード？エドワードかもしれない。違ったわ。違う。ちょっと違う感じ。じゃあちょっとあとここのミルクホールさんはカササギもいないようなのでちょっと、はい、まあ出てみましょうかね。じゃあね、はい、こんな感じでね、こう怪しい建物がいろいろと、うん、あ、危ないってかよ、危ないってかよ。おぉ、これさ、これカササギクリックしてこれ読み上げちゃってもいい？うん、読み上げちゃっていいですよ、大丈夫ですよ。後から来る人が、あ、クリオネ事情だ。ほんとだ、なんか嬉しい。クリオネ嬉しい。後から来た人が分かっちゃうけど、ちょっと SS 取っちゃおう。大丈夫です。大丈夫？うん、大丈夫ですよ。クリオネさん、惜しい人を残した。したね。いい人だったね。そうだね。うん、やっぱり、よだれが多いのか、よだれかけをかけてるね。そうなの。ついついよだれ出ちゃうのよ。そうだね。ダラダラだよね。なんか、そうなの。右手の建物のさ、長屋？屋根の上に、なんかいない？怖いんですけど。それ、何ですか？すごい、うわぁ、なんかあれは、何ですか？で、こう、うわぁ、怖い。あの、僕言ってもいいですか？はい。足の多いやつ、得意じゃないんですけど。何ですか、あれは。でも、これ何ですか？ちょっとアップで見てますけど。何ですか？足が多いけど、人間となんか。うわ。わかんないよ、言ってることが。足が多いけど、ね。でも、ちょっと人っぽいですよね。ね、でもね、モニちゃん情報だと他に足の多いやつは出ないから大丈夫。ああ、それほどだけなんですね。うん、じゃあ、なぜかね、ここにね、キノコ地蔵、キノコ石、キノコ地蔵あるから、マジ。本当に？キノコ地蔵？ほら、ここ、これ、ここ。あ、佐々木見っけ、またこの小屋に。どこ？ほら、この、ここの中。あ、あれ？あそこなんかいるけど。うん。じゃあ、みんなでちょっと行ってみましょうか。うん、そうだな。行きましょう。最後から行こう。ずるい。なに？え？あー、奈落の底に落ちていくよ。あー、なんかいるんですけど。なんか、すごい。あ、雨？ちょっと待って。だからボヨン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 。スケルビーム。スケルビームで、じゃあ照らして、じゃあ戦闘照明さん的な感じでお願いします。お願いします。ちょっとそれはどうだろう。止まっちゃってますけど、まあ、すぐでも出れると思うんでピューって抜けて大丈夫よ。ここ行くの？そう、ここまっすぐピャーっと。はい。うん、なんか影が見えるよね。なんか女の人が、女性の方がやってるのかな。いらっしゃるみたいで。え、うん、なんだよこいつら。なんだよこいつら、いきなり抜けて抜けて、そのままで。おぉ、行った先に、行った先いるよ。じゃあタッチして、ピッと読んで。はい。お、研究にあったんだね。彼は自分が死んでいることに気がついていないんだ。彼の強い念が歪んだ空間を作り、浮かばれない無数の魂がここにと、カササギが言っておりますね。早く。ここにね、事情があって、事情の上にね、セリフを書いてるね。これ多分、カタカナだから、片言の日本語だと思う。逃げて、早く。私の体に触れれば、ここから逃げられる。早く逃げて。うん、じゃあ、早速触れて逃げましょうか、じゃあ。触れていいの？いいの？触れて逃げてください。はい。ほい。ピッ。あれ？逃げた私。またここは振り出しじゃないのかい？あ、ちょっと時間かかるかもしれない、クリさん。あれ？ん？ここは最初の…最初のところに…どこに、せっかくあそこまで行ったのクリさん、これなかったかな？これって…
いやいや、本当は来れるのに行きたくないじゃないバレてえら隠しなんだ、なんだ言ってで、なんか呼んだのか、うん、行かれない、じゃあ呼んだるよ、うん、あ、来た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 、ね、あ、多分これ確信犯でもう行きたくないから行きたくないんだ、ね、バレてえら、早く行くよ、会長、クリオリン会長、また振り出しに戻っちゃったからね。さっき、これ、また、またこれ来たからね。こっちから行かないとね、行けないんでね。うん。ってことは、じゃあさっきのカササギも違うところだったのね、というか。さっき、あ、ここ、ショートカットしたら、こう、行けるんじゃないの？こっちから。こっち？ここ、ほら、さっきの。ほら、あー、そうね。ここ、あのカササギ触れなかったよね、結局。じゃあ。っていうことはさ、こっち側の部分じゃん、こっち。こっち。こっち側から？え、こっち側からで、ここら辺からクリックすればいいんじゃない？そんなに遠くじゃ話ができないって言われちゃった。ああ。なんで落ちちゃった？あ、やばい、落ちちゃった、やばい、落ちちゃった。落っこっちゃいけないの？落っこっちゃいけない。落ちちゃう、またさっきのところにさ。あ、これごめんなさい、これ落ちるだけだったので、え落ちるだけの糸くれないやつなので、あ、そうなの、じゃ あ、 あ、なんだ、ちょっとあれ、俺やばい、落ちてないよ、誰が落ちてないの、落ちたじゃないかよちょっと何、またやばい、ここだよ、これとピット、え、そこ行っていいの、ピット行っていい、どこ、ねえちょっと待って、テレポで呼んでいいの、ここに、今のここに戻って、呼んでください、はい、お待ちしよう、どれだよ、今の紹介をしたいって、はい、こんなところにしたい、待ってね、ちっちゃいからって慣れんな大変失礼いたしました、じゃあ、隣のこっち行ってみましょうかね、こっちの方に、こっちの方に、あ、ねえ、ここにカサザギがいるよ、どこ？あれ？この中に、今、ここの中にカササギがいる。カササギ、いますね。あ、じゃあ、ちょうど近いとこなんで、ちょっとタッチしてみましょうか、これ。はい。ねえ。うん。なんかいっぱいなんか出てる。なんか、手前で、紙風船がいっぱい。結構これ近くでカメラグイッとやんないと、そうなの？いけないんだよな。あれ、ピックしようか？いけなかった。うん。ピッ。糸が2つ集まったら、ここに置いてあって。おまだなのね。じゃあこの人一個も集まってないもん。一個も集まってない。うん。じゃあでもここは後で来ればもらえるというのが分かったので。うんうんうん。ね、とりあえず。じゃあこれをこっちのここ二つ目とか、あ、なんかいっぱい。でもなんか怖いもんがたくさんあって。で、この小屋とか怪しくない？なんかこれ、この小屋とか、この小屋とか。怪しくないよ。この小屋とか。怪しくないね、全然ね。安全だと思う。全然ないと思う。怪しくないね。行く必要ないと思うよ。ここ、具がある。ここでもさ、なんか、あ、何？そっか。あ、一個、あれかな？間違ったの？なんかいるんですけど、ここに。了解です。モニちゃん、了解。あ、これなんかいるよ。ほんとだ。なにこれ？なんか、なんなの？ちょっと。なんなのこれは。怖い。なんなのこれはねえ。怖い中で、でも奥に、何これ、奥にカササギいるよ。奥の前に手前にいるでしょ。やだなぁ。やだなぁ。なにこれ？でもちょっと怖いけど、頑張って。たけるくん来て、えよ、たけ、カササギいるから頑張ってきて、事務所から怒られるぞ、そんなことやったらね、何これ、うわ、これでも奥で来てるな、怪我をした男が糸そうか、ならばこれを、えお、あれ、もしかして、え、あ、お、なんか始まったよ、なんか始まったよ、読んで、うん、カササギが橋になって、今もあれですよね、カササギが橋になって願いを届けるんだ、ほう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 、そして
あ、そう、七夕の夜に五色の糸で短冊を吊るすのだよ。賢牛様、あなたは何を願うのですか？このままずっと一緒にいること。私は賢牛様の願いが続くこと。あら、ほら、二人の思い出がこうフラッシュバックに、やった、緑色の糸を手に入れた。お、おめでとう、1個目、やっと1個だよ。1個目入ったね、手に。ということはですよ、はい、クリちゃんも手に入りましたか？いえ、なんでだよ。え、だって同時に2個押しは無理でしょ。だってだから大丈夫よ、大丈夫よ。え、大丈夫なの？うん、大丈夫よ、大丈夫よ。もらっちゃって、もらっちゃって。そうだね、うん、うん、押したよ。でも、たけるくんが終わった途端に押してるけど。うん、じゃあ今、見えて、うん、そう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 。なるほど。え、これ、ゆっくり押ししていいの？もらってたよ、俺、きつく出るから。わかったわ。でも、ここで1個目をもらえたということはですよ、はいはい、さっき2つ目、1個目が手に入ったらおいでって言ってたカササギが、うんうんうん、来たよね。どこだっけ、どこだっけ。隣は、隣近くはなんか2つ目だったらおいでだよね。うん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 、あれどこだっけ。ね、俺の記憶が正しければ、正しくない、俺の記憶が正しければこっちだよ、こっち。あれ違った？こっちよ、こっちよ。どっち？あ、クリさん出てきたかな？うん、大丈夫よ。大丈夫かな、うん、俺のね、記憶が正しければね、こっちだよ、こっちにある、こっちにある。どっち？俺はどこに？クリさん来ましたか？ん？どこだ？ここだ。見えた、見えたよ。はい、あ、いた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 、はい、俺の記憶が正しければ、はい、はい、ここ入ってないよね。あれ、ここがさ、俺読み込めないんだよな、見えてないんだよな。こっちはね、3個目みたいよ、2つ目の。そう、なんかね、落ち抜かしてるよ、こっちの方に、うん、いや、糸は、ところは分かってるんだけど、分かってる？ここに、ほら、カササギ、ほら、あ、いた。あ、なんだよ。なんだよ、びっくりするね。やばいやばい、この部屋は呪われている。うん、ちょっとこれ、あ、たけるくん座ってみる？クリオネさん座ってみる？クリオネさんでお願いします。クリオネさんじゃあ座ってみますか？わかりました。カササギいますんでね、ちょっとね、クリオネさんどうぞ。のは、はい、いいですよ。はい、じゃあ座ります。はい、はい、え何その反応。キャーうーんって、何そのテンションの変わり方。多分これは今ね、座ったクリオネさんは、そう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 、あのすごい画像がドーンと目の前にいっぱいに、ちょっと見とくといいかもよ。タケちゃんってこれ、あの、はい、通常であればね、モニターの方に、そう、これ今、視聴者の皆さんはあの、あまりに怖すぎる画像が出ているので、あの、映しませんでしたということで、これ不意打ちですよね。僕嫌ですよ、これ不意打ち。今日帰りますもん。嫌です。もうやだ、もうね、ね、あれ出てくるよ、もう。嫌だ、もう。結構強烈だったです。カサウサギタッチしてないでしょ。タッチしてないけども、もう嫌だ。じゃあそんな感じで、クリオネ、俺平気なの？いや、平気じゃないでしょ。ほら、ユーストでタケちゃん達成って言われてる。チャットでドリーさんに言われちゃってるよ、タケル君達成。クリオネ、アイエムしてるよ。いや、今ちょっとね、ごめんね、あの、チュリタンが立ち上がれなくなっちゃってるの、ちょっと起こしてみます。いってらっしゃい。はいはい、じゃあその間に進んじゃった方がいいかな。ちなみにさ、ここでタケルくん声なんか聞こえてこない？聞こえるよ、さっきからここで。おかえりなさーい。仕事してんだよ、俺。おかえりなさーいって言ってるでしょ？うん。ねえ。だってうちじゃないの。でもね、実は、なんかひまちゃんに似てるなって俺思ったんだけど、声が、このおかえりなさいの声が。ひまちゃんかと思ったのよって、この声して。お、クリさん。ひまちゃんにボコボコにされるもん。ボコボコされる。だって似てるんだもの。なんかね、座ったりね、なんかやれって言われたけどね、薄めでやった方がいいと思います。ちょっと俺やだ、うん。遅い？あれ、薄めとかね。
画面からちょっと目ずらして見てると、うんうんうん、驚きが減る。怖いもんだって超怖いわ。もうちょっともうあれでもう嫌だよ。かなりたけるくん、ね、超怖いもんだって、うん、怖くなっちゃって。あれテレビ映ってないの？あれはねちょっとあまりに怖いからね。ショッキングな映像。なんで映してあげればいいのに。見た方がいいと思うよ。そうだけどさ、さっきさ、見せ物小屋とかミルクホールに聞い取られてたけど、うん、ここの建物入ってないですよね。そうね、はい、何屋さんですか。ここは何屋さんなんだろう。中とりあえず入ってみて。うわ、なんだよ。なんだよ。変わってるし。何屋さんだろう、何屋、うん、ここ入る。ここ入りましょう、はい、はい、入ると、ほら、カササギに行ってもらえるかもしれない。何や、あ、なんか言ってる。確かに現象がいっぱい出てきたの。助けて言ってるよ。これ何言ってるんだろう。これ何だろう。これはなんかなんかこの声もひまちゃんの声に似てるんですけど。ひまちゃん、ひまちゃんこんなところでいたの。ここは何してるところですか。妖精ですか。みたいなとこですかね。そこにこうでもカササギいるから、じゃあタケル君糸もらえるかな、はい、どっかな、タッチでピッとピッ、あ、なんか出てきた。お、二人、彼らには二人だけの絆と呼び合う何かがあったようだ。うんうんうん、うん、それは今でも二人の心の中で生きているのだろうか。うん、あ、お、オリジナル、よく聞いてちょうだい。うんうん、嫁ぐことが決まった。ほら、こらえておくれ。うん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 、あー、これは、織姫が誰か、お父さんが誰かに言われたんですかね。あー、政略結婚じゃないけど。あー、そっか、金獣さんと別れさせられ、あー、織姫さん泣いてるよ、うんうん、あー、かわいそう。あー、引き裂かれてしまったのに、ね、赤い糸を手に入れた、パパパパパやった。お、引き裂かれちゃったのか。引き裂かれちゃったね。かわいそうに剣牛さんと織姫さんと悲しい光景を見てしまったけどもね、糸無事にでもゲットできたみたいで。これはちょっとでも よしとしよう。よしとしますか、もらえたんで。うん、ねえ、どうしようどうしよう。あ、さてさて、でも剣牛さんと織姫さんは、うん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 、なんだよあれ。あ、やべ、俺こっから間違えちゃった。ちょっと待って。なんかいるよ、そこに。ん？あれ、たけるくんどこ行ったかな？なんかいるよ、そこに。あ、あれ？ちょっとちょっと待って、これ聞いてないんですけど。ちょっと待って。俺今変なとこから出てきちゃったんだけど。なにこれ？この人、誰？こっちから見る。ちょっとこれ。なんだよ、この人。ちょっと。嫌だから、気持ち悪いから。怖いんだけど、マジ、マジ怖いんだけど、ちょっと。もーっと、これ、聞いてないね。ちょっとやめて、どうやえ、でも、気持ち悪いよ。俺、ちょっと、聞いてなかったんですけど。これって、うちのスタッフじゃねえかよ。この人、あ、今日なんか女子力弱まってませんか、今日。女子力の神様にできるやつだろ。なんか女子力下がっちゃってこんな姿にっていうか、俺もねちょっとねこうゾンビ系はほんとダメなんですよ。いいじゃないよ、いいじゃないんだ。なんかこれで、あの、お願いとかいつもの言われても、うわ、俺ちょっと、っていうか強烈すぎんだけど。だってキノコリマジで。その仕込みにすごすぎなんだけど。てか、うわぁ、怖っ。ちょっと俺、脇抜けてに。俺、でもほんとね、あの、お化け系は、幽霊とか平気なんだけど、ゾンビは俺もね、ダメなの。うお、気持ち悪いなぁ。うわ。いや、っていうか俺、ゾンビはほんとね、あの、ダメなんです、俺。いや、てかバラバラになっちゃった。そっちに行くの？そっちに行くの？うん、こっち、こっち。てか、たけるくん、どこに行っちゃったの？どこにいる今。こっちに、うわ、待って待って。あ、いた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 。
いや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 、やっぱりちょっとこれが、はい、はい、ちょっと待って、1個、今2個ね、糸2個2個埋めてもらって、あれでも2個集まったらおいでって言われたとこあったよね。あ、あ、ここですよ、ここですよ。どこだっけ？ここですよ。ちょっと待って、お前ついてくるの？ついてくるのいいけど、あんまりびっくりさせないで。ここ、ここ、ここ、ここだよ、ここ。ここ、ここ、もらえるとこ。あ、ここだ、ここだ、ここだ、ここ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 。クリック。B。B。あれ、クリオネさんの声聞こえないけども。彼女のことばっかりを考えて。ミュートしてた。いや。もう何年もずっと、ずっと、キンキンキン。キンギは、引き離されて彼女のことを考えたのね。ね、親の親に無理やりこうね、好きでもない人と、うん、そうだね、一緒にされちゃって。キンギュー、何をする気だ。あれ。よし、やめるんだ。キンギュー。あれ。あらららら。あらららら、ちょっとこれ。え、どうするの。何をするの、ケンギュさん、ちょっと。そしたら黄色い糸を手に入れた。パッパラパッパッパーパッパラパッパッパーで。ケンギュさん、どうしちゃったの。あ、だから、あれ、包帯を目の方に巻いちゃってやっさったのかなって感じで。かわいそうね。あらら。何それ、ちょっとかわいそうじゃない。かわいそうじゃない、ちょっと。じゃあ、あとでも3つ半分来ましたよ、半分糸。半分超えたね、あと2つだね。2つよ、あと2つ。さ、あそ、なんかさ、さっきのとこの人でさ、なんか、他に手に入れたらおいでとかって言ってた人もいたよね。いたね、いたね。でも、この前に1個もらってからじゃないと、そういうことか。多分無理だと思うから。なるほどね。あ、でもなんか、これ人玉かなんか飛んでない、この辺。ん、ほら、何これ。なんか人玉ですよ。なんかそういうと、そういうのはね、いいところに行かない方がいいと思う。いや、でもここちょっと人玉飛んで怪しそうなとこでもあるし、ちょっとお時間もかなり来ちゃってるので、はい、ここでスポンサーインフォメーション、え、このスポンサーのバッグお願いしますかね、じゃあね。バッグね、はい、はい、じゃあ準備しますね。はい。え、でも、この人玉も、この辺でいいですか。すごい。はい、でしょー。はい、ちょっと待ちくださいね。これ、後ろから、なんかさっきのゾンビが来るとかないよね。てか、俺も、ちょっとそれがビビってる。怖いんだよ、俺。確かに。いないよね。ゾンビはね、本当に俺もダメなんだよ、本当に。ゾンビは怖いのよ、本当に。あ、でも人玉すごいよくできてる。これ、綺麗だな。ねえ、私もそう思いましたよ。ねえ。怖いんだけど、うん、ちょっと綺麗かなっていうのももちろん、ね、あ、いい感じ、いい感じ、はい、いい感じでは、いいですか。はい、じゃあ準備からお願いいたします。はい、ではたびたび夢大陸のインフォメーションコーナーですよ。はい、はい、ではたびたび夢大陸スポンサーシムからの今週のインフォメーションをご紹介します。はい、まずは J サポから SL24 参加イベントのご紹介とそれに伴う募集などについてお届けします。うん、J サポ島の北に位置する美しい湘南の海には夏の季節9日間だけ海岸を歩いていても海に潜っても不思議なボトルが拾えるという、ボトルの中には不思議なアイテムと、うん、あなただけに当てた特別のメッセージが入っているとか。そして海岸のとある一角には、うん、夏の夜空に浮かぶ場所に入れるという、うん、というわけで夏気分満喫できる湘南ビーチシムでこの夏湘南ハント、海の贈り物が開催されます。開催期間は8月10日から8月18日のSL24 夏祭りの期間中、海の綺麗なこの島内にある不思議なボトルを探して豪華アイテムをゲットしてください。
夏の海ならではの釣り体験やハントには占いくじもついて楽しみながらアイテムをゲットできます。そしてこちらの湘南ハントではただいまアイテムを提供してくださるお店を募集中です。アイテムを提供していただいた方には漏れなく湘南ビーチ支部のフリーマーケットにご出店いただけます。出店条件として海や夏に関するハント品を2点以上提供してください。アイテム提供をしてくださった方は8月3日から8月18日の間30プリムまで利用できるワゴンにて出店いただけます。もちろんハントアイテムの提供だけでもお受けいたします。またご提供いただきましたショップ様は JSTOP ホームページにてご紹介させていただきますので、夏本番を前にしてお店の商品を宣伝したい方はぜひチェックしてみてくださいね。こちらのイベント詳細は JSTOP ホームページの方でご確認ください。ね、楽しそうですよね。夏、湘南の夏ですよ。そして続いて同じく J サポからの SL24 参加イベント IM ショッキングについてのご案内です。2008年のあゆむら時代から毎年続けて開催されてきました IM ショッキング、ログインしているお友達を IM で会場に呼んでいただきリレー形式でお友達を紹介していくイベントです。2008年のスタートより1年目は84名、2年目は100名、3年目は150名、そして4年目は200名、そして去年はですね、なんと250名の方でバトンをつないできました。去年250名ですよ。過去5回の累計紹介者数が、昨年終了時点で784名。残り216名でついに累積1000名に達することができます。これに伴い、ともに1000名の紹介を目指す応援サポーターの募集が行われます。はい、募集される役割は、SS スナップショットを撮影、アップロードしてボードに貼る撮影スタッフ、決められた内容をチャットで案内をする案内スタッフの2種類です。IM ショッキングの開催は8月16日20時から8月17日22時までの26時間、この間休憩ありのお一人2時間からのお手伝いをお願いしています。8月の2日に事前説明会も開催されますので、どのようにやればいいのかわからないのでやってみたいけどちょっと不安という方も安心してご応募いただけますよ。2日21時からの事前説明会に時間の合わない方は別途代替日のご相談にも乗ります。とのことです。なるほど。その日に関わり方はご相談くださいっていうことですね。参加ご希望の方は J サポスタッフのマリエ JP さんまで IM でご連絡ください。また詳細は J サポホームページからご確認いただけます。なるほど。夏ですね。なんかもう、もうほんと歴史長いですもんね、この IM。 では次いきますね。続いてはエリア86からラッキーボードなどをご紹介いたします。現在エリア86地上ショッピングゾーンにありますショップ LL で稼働中のラッキーボードは、まずこちら先週ご紹介しましたフリーハイフアウトフィットの朝服の爽やかなノースリーブのトップスとカーゴクロップドパンツのセットの色違いが男女それぞれ3分間隔で稼働しています。ひなり色のフリーハイフバージョンの方もまだ無料配布中ですので、こちらも合わせてゲットしていただくと上下色違いでのコーディネートもできますよ。そして残り数日となりました京都幕末新聞の着物市を応援して白木のさよの
白木の鞘の守り方ならキーボードもエリア 86Z シムのショップ LL 前にて3分間隔で稼働中です。うん、塗りで豪華な着物市での守り刀に対し、こちらは昔の木立風の失礼です。うん、いずれも飾りとしての装着のみ、抜いて使うことはできませんのであらかじめご了承くださいね。こちらはね、小さいのでタイニーさんがタッチ、刀タッチとして装着するにもぴったりです。たけるくんぴったりかもね、ちょうどね。そしてさらに先週の竹下ジェットシティで武者バカマ守り刀を噛んで噛んで噛みまくった心さんへのリスペクトとしてこんなアイテムもラキボーで登場しています。爆発してあなたの身を守る守りバナナです。うん、装着すると右手につくのでマウスルックに切り替えて左クリック、うん、すると投げるアニメが発動しますが、投げると目の前空中で止まります。うん、と数分で消えますが、これにアバターが当たると派手なエフェクトで爆発します。なるほどね。ネタとして遊んでくださいね。うん、さらにさらに先ほどの守りバナナをラッキーボードでもらいましたとミーさんに IM でご連絡いただいた方だけに、こちらの守りバナナ2をミーさんから送ってくださるそうです。あまり多いようならこちらもラッキーボードにしますとのことですが、まずは守りバナナラッキーボード版をゲットされた方はラブミーリトルさんに IM してみてください。やっぱり先にね、この普通のバナナちゃんをもらってねですよ。もう泣いてるぜ。そう、安いいい感じで美味しそうなバナナ。いい感じだぜ。配布場所への SLURL のほか、エリア86の最新のフリーアイテム情報などにつきましてはラブミーさんのブログラブのつぶやき2をご参照ください。というわけで以上、本日のたびたび夢大陸スポンサーシムインフォメーションでした。ありがとうございました。ありがとうございます。さっきからひなたのさ、前はキャッキャキャッキャ飛んでたね。ねえ、ちょっとこういう雰囲気のスポンサーインフォメーションも面白いですね。そうだね。いつもと違う、まあね、ですけどね。そうだね。ねえ、今週もお得情報いっぱいのいっぱいでした。スポンサーシムインフォメーションでしたけどもね。はい。じゃあお得情報を聞いた後は、はい、残り2つ糸を探してみたいと思いますね。はい、じゃあ人がいるこっちは避けちゃっていいみたいよ。あ、いらないですね。じゃあってことはワイモン、ここの小屋とかなんか怪しいんじゃないですか。ここ怪しくないんじゃない。怪しくない。誰もいないよ。誰もいない。あ、誰もいないけど、誰もいないけど、いやー、なんか怖い、なんか怖い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 。でも奥にカササギがいるよ、奥に。この奥にほら、あ、なんか泣きながらはたおりしてる人がいるんだけど、うわー、その奥にかわいそうカササギが。それね、そっとしてた方がいいんじゃない。そっとしてわかる、私もそっとしてただけた気がするけど、ね、でもじゃあそれタッチしてよ。これをタッチしてカササギいる横に、これを行かないと。なんて書いてるの。え、行くの、そこ行くの。そうよ、そこ来て、ここ来て来て来て。あのね、今だ。今だ。よいしょ。はい。はい。あれ、来た、来た。来た。魚。彼の記憶はここから動いてる。うわ、びっくりした。動けないのかもしれん。びっくりしたー。うん。さっきのやつって目刺しちゃったの？ねえ。あ、刺しちゃって、研究さん、なんかタオルじゃないや、巻いてましたよね。うんうん。包帯みたいなのもあったよね。ね、うーん。かわいそう。あ、
白の糸を手にパパパパパパーパパパパパパいきなりパパパパおめえってねえ。しかもモニちゃんが元牛さんが東京さんに見えてしゃあないっつって確かにちょっと似てるかもしれない。ねまた始まっちゃった、また始まっちゃったんだけど、怖い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 ね、かわいそう。でもあれよ、無事残り糸あと1個だよ。はい。でもさ、うん、ここでちょっとよく考えてください。はい。一番最初のカササギさんは何とおっしゃっていましたか？ここについてすぐボート乗り場のとこに行ったカササギが確か。なんかおつまったらすごいって言ってたよ。言ってたよね。でもさ、これここは何もないとこ。ここは何もないとこですね。人だ今ゲットできた。じゃあボート乗り場に行くのかな。ボート乗り場に行くの、うん、ボート乗り場のカササギが集まったらおいでって言ってたよね。あ、言ってたね。まだ行ってないよね。行ってないね。ってことは最後の一個行ったらもらえるかもしれませんよって、ね、ええー。どっちだっけな、どっちだっけな。こっちじゃないの。こっちだよ、こっちだよ。鳥の方に鳥居の…あれ、たけるくん、後ろ、後ろ、後ろ。え、後ろ、何やってんの、ちょっと何やってんの、ちょっと待てよ。今、ちょうど時間に入ってきたから。よーけーくーよーけーよーけーよーけーるーやめて、そんなすごい距離やってこないで、ジョンに気持ちびっくりしたやつでしょ。ある意味、ある意味女子力強いんだけど。クリックしちゃったよ。うん。じゃあ、たけるくん、そこから早く逃げてこっちに来て最後の1個をもらってもらって。なんか笹舟が出てきたよ。うん。え、ちょっと待って。じゃあたけるくんピッとタッチで。これは必要？あ、びっくりした、惜しかった。え、これ乗っていいの？あったのだね。びっくりした、乗らないで、まだ。彼はこの先にあるトンネルの向こうにいるはずだ。うんうん。そして強い糸を手に入れた。パパ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 パ、手に入った。おお。彼の元に行ける笹舟を出してあげよう。ただし船に乗ったら決して立ち上がってはいけない、うん、それが起きて、さあこれに乗ってってことで、じゃあこれに乗っていくね。くんだけ、もうたけるくん乗らないでしょ。ちょっと待って、ちょっと待って、たけるくん乗らないね。たけるくん、ここでちょっと待ってね、うん、で、ここで乗るんだけども、はい、はい、モニターに注目をしてください、はいはい、ここで今、はい、おさらいします。糸が全部揃いました。はい。そして、これ確か乗らないと洗濯着が出ないので、うん、じゃあ、モニちゃん、とりあえず乗ってもらって、はい、洗濯着を今、画面に出るので、本当だ。2つ目、あ、ほら、見て見て。ところで、うん。あの2人、あなたはどう思うって、あなたなら彼らがどうあってほしいと願うって。二人で末永く暮らしてほしい、うん、にきちんとお別れしてほしい。これどっちかを選ばないといけないけどね。うん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 、やっぱり、うん、どう？クリさんはどう？男と女って別れ際が肝心だよね。うん、あ、でも末永く幸せになってほしい。な、あのさ、気持ち悪いんだよ、君は。キノコ、誰かクリックして船出さないといけない？いや、違う違う違う、今これは、うん、モニオンがやるからいいんだよ。うんうんうん、選べたんですよ。いや、タケル君、うんうんうん、もう一回。これ船を出して、ちょっと待ってね、じゃあ今船出して、これで乗れるはず、はい、じゃあこれであれですか、1番の方の選択肢、タケル君、2番。いや、1番でいいよ。1番できますか、2番できますか、うん、じゃあ早速1番で、1番でじゃあ行きますか。行ってみようか。はい、じゃあ1番のエンディングで、はい、で今多分画面の方では、うん、鬼尾先生がそのなんか続きを見せていただいてると思われますので、うんうん、そうですね、はい、
天井に50個ないと、もう森をバラバラにやってるやん。ほんとだ。これでカササギ橋が、うん、カササギ橋、あ、糸がぐるぐると回っていって、あ、一つになって、あ、素敵、綺麗なカササギが現れたわ。あ、カササギで橋が、あれがカササギ橋、お、あー、あ、あ、あ、うん、うんうんうん、素敵、すごいね、うん、うん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 、橋になった、あー綺麗だわ。あ、あれ橋ができてきてるよ。あれって織姫、織姫さん、さん、うんうん、あー織姫さんだ、あーね、これは素晴らしい、なんか綺麗な、しかしこれもすごい綺麗だなぁ、ほんと、再会できたのね、再会できたんだね、うんうん、一の洗濯着をしたら無事に再会できた、そういうことか、ね、そういうことなのかな、うん、これ見たし、ほら、織姫で、これがですね、今見ていただいてるのは、うん、2つあった選択肢のうちの1個目の方、はい、うん、なるほど、うんうんうんですね、そういうことか、それを今ご覧いただいてるという感じで、ちなみにですね、こちらの方は、うん、今、2つの選択肢のうちの1個を選んだんですけれども、うん、今1個見ていただいたらね、もう一周してもらってもう1個の方見てもらうっていうことももちろん OK なんですけども、うん、はい、ある条件を満たすと3つ目の選択肢も出るんですよ、うん、なるほど、はい、そしてこの各選択肢の、うん、まあ、エンディングを見ていただいた時にそれぞれこう、プライズアイテムがもらえるようになってます。うん、でこれ1つ2つ3つそれぞれプライズアイテム違うものがマルチエンディングになってますので、なるほど、ぜひこれはね、もう1回だけじゃなくて、ね、もう全部すべてのエンディングを見て、うんうんうん、すべてをゲットしていただけるといいんじゃないかなと、はい、じゃあ他のエンディングを見にここに来て見るのもいいよね。そうね、そうね、ね、うん、で僕も一応これね全部回らせてもらったんですけども、うん、俺は個人的にはね3つ目のねそのやつが良かった。え、見たの？見た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 わけですね。ね、今はね、なるほど、うん、ごめんなさい失礼しました。今はねとりあえず第1個のパターンの方ね、うん、見てもらいましたけども、うん、そう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 、ぜひこれはもう全部見ていただきたいと思いますんでね、うん、ね、でもこれ今みんな見ていただいたやつもすごく良かったでしょ、綺麗ね、うん、いいよね、すごい素敵、はい、うん、まあ、これはドキドキ、あ、素敵、ああいうものいただけちゃうのかしら、そうそう、あ、いただけるの、そうそうそう、で今はね、こう今回は、うんうんうん、今回は今ね、あのみんなにこう皆さんにエンディング見ていただくために、3人は、うん、あの笹舟乗らないで来てるんで、はいはい、見てない状態ですから、あのもらえない状態ですけども、うん、これ実際の乗っていただいて、うん、あのご自分で、あの今モニターに見ていただいているものを見ていただいた後にプライズアイテムが送られてきますんでね、うん、なるほど、はい、よくできてるね。ねえ、なんか素敵ですね。あの怖いのもあるんだけども、とってもこう、うん、花畑的な、うん、綺麗な感じもあるし、うんうんうん、そんな七夕にちょっとぴったりな悲しい切ないお話も混ぜつつの、うん、っていう感じのはね。そうね。今こうモニターの方ではね、こうエンディングロールが出てるところね、思いますけども、
あれなんかどっか見たことある名前が。誰でしょうね。あ、クリオネクラリーさん。そうです、入ってますね。皆さん、これ何をなされたんですか、ちなみに。あの、本当は英語版があるはずだったようなので。うんうん。うんうん。ちょっとだけお手伝いしたんですけど、それは、うん。英語の方だっちゃ。翻訳手伝い。そう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 。なるほどですね。ね。はい。そんな目標をご協力しているカササギね、はい、こうちょっぴり綺麗で切なくて怖さもあってっていうね、うん、あとこう今のエンディングで流れてるこう音楽とかもちょっと素敵な感じでしょ、切ない感じで、すごく素敵ですよね。なるほどな。でもあれですね、うん、よかったですね。ちょっと怖かったですね、でも。うん。ね、かなり、こう、綺麗なのもあって、草、今ちょうど僕が見てるモニター。なんでお手数が私の来たのに、二重のがよくわかんなかったですけど、今。何かあったかな。はいはい、いいですよ、どうぞ。お手数が挙動不審になってました。はい。ほんと？え、俺、ってか、うん、動いてなかったっけ？違う、大丈夫。大丈夫。あの、本当ね、あの英語版出していただけるはずだったんですけど、うん、間に合わなくてごめんなさいねってわざわざ言ってくださったのが、大丈夫よっていう間に全然 OK ですよってお手伝い。ああ俺そのことじゃなくて、あの違うことだったそういうことの、ごめんなさいごめんなさい、今頭の中でちょっと違ういかにも力返事してるかっていうおかしい、うん、失礼しました。はいはい、そしてどうぞどうぞ、はい、はい、気がつくと綺麗な現世の元の世界に、うん、戻ってきましたけど、戻ってきました、来れましたっていう感じでね、え、いや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 、じゃあそれぞれご感想をちょっと聞いてみたいと思いますけども、じゃあとりあえずクリオンさんいかがでしたか。かなり実はびっくりしたって、思いっきり声が出したい感じで出ちゃったよっていうのもあるんですけど結構ギャッって言った後で、うわー大丈夫大丈夫って自分で言い聞かせながら笑ってごまかすみたいな感じで結構ドキドキしちゃいましたね、はい、でもすごい素敵でした ね、なんかちょっと悲しい愛の物語、うん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 、ね、なんかちょっと切なくてなんか胸キュンになりましたね。うん、なるほどですね。はい、たけるくんどうでしたか。頑張ってもらいましたけど、だいぶ。僕は基本的に椅子に座った時に全てが終わったんですよね。そうだった。わかりますよ。あれでも僕のせいだ、ね、あれはちょっとかな。でも本当にもうね、本当にリアルでも本当にごめんなさいっていう感じだった。ああいうのね、本当に俺にやめるよ。本当この画面俺、あんなの見たら力説だから、なんかああいう時は絶対疑ってかかった方がいいよね。だってあんな風にあんなんだと思ってないじゃん、うん、ね、クリックしながらね、ちょっと横に顔をずらすとかねしながら、お化け屋さん顔面してたからねねえ、あれそれ綺麗にしたらね、すごいよね。なんかさ、一瞬その人はさ、椅子に座っただけでさ、キャーとか言って、なんか音だけでびっくりしてとかさ、なってかもしんないけどさ、違うよ、違うよ、すごく悔しい。ほんと、マジで一気に見てみろよ、あそこで。視聴者の人って、あそこで座ったらびっくりするんだわ。びっくりする。ね、そう、たけるくんもね、力説したとき、結構あの、かなりびっくりするんでね、あえて、こう、モニオくんが気を利かせて、あの、カメラの方を。そう、だから私が座ったのに自分から座ったじゃんって言われてます。だって全然クリオネさ、普通になんかさ、あー、うん、みたいな感じだから、そうだよみたいになってね。でもね、最初ね、あっつっちゃったよ。いや、あっつって言ったら、思わず声出ちゃったもん。だから音だけでびっくりしたのかなと思って、俺も別にそう思うんだったら何でもないと思ってたの。なんだよあれ、マジびっくりしたわ、本当に。ある意味、クリさんに騙されちゃった。本当テレビ映しちゃえばいいんだよ。でもね、しいたけ子相当怖いですねえ。僕ってか、てかしいたけ子さん全然ちょっと、しいたけ子さん超怖いです。現地に応援に行くよみたいなのは聞いてたんだけど、大体応援に来るのにあんなゾンビの応援にいいだろしいたけ子さんすごいよ、あのスキン
だって俺みたい俺ぐらいのレベルの感じかなと思ったんだけども、まさかね あんなにちょっとね、すごいすごい効果効果だからね、しいたけ子さんがねわって私の目の前に出てくるようなもんですよ、あの椅子に座るとね。違うよ、あんなんじゃないよ。え、そうだよ、全然もっと怖いよ、全然怖いよ。あの椅子に座ってる、ほんと牛じゃないや、椅子に座ってみればいいよ。ほんとは来た、相当怒ってる、相当怒ってる、相当怒ってる、激怒してるさ。あんなのワイド画面で見てみるよ、怖いぞ。ワイド画面でリアルの俺の可愛い大きいところで出てくるんだから。おかしい、おかしい、マジギラしてる。お前も近づいてくるんだよ、こっそりよ。でもあれよ、今ユーストの方で言われてるからよ。いやこれでもね、ちょっとね、これキノコリンはね、俺も正直ちょっと怖い、これ本当に動きが怖い、すごいよね、うん、この人うちのスタッフなんでここに来てもいませんから、皆さんご安心。いません、いません。実際の時にはいませんか。届けてきませんから。でもあそこの椅子には絶対今このテレビ見てタケルが用の人だって思ったあなた。あなた。こだわりな。絶対座ってみてくださいね。そしたら知らないからね、俺だって。もうね、もう。ユーストチャットでね、もうドリさんとかね、バイオリンさんとかがもう一生懸命ね、もうそこだそこ、志村後ろ状態でね、もうやってたからね。てか怖いんだからね、バイオリンさんとかも来て、みんなの神様とかも座ってみればいいよ、ね、座ってみるがいいって。ね、神様もそうだ、まだ言ってね、みんなでこう。そんな、悔しい。ドリンだって言って座ってみればいいよ、見れるかな。もう名指しで。本当にねえ、まあまあ、ね、もうね、神様コンプしちゃったんだって。あ、なんか実はもう分かったね。でもね、マジあれさ、本当に何にもないっていきなりあれが出てきた時にどれだけ怖いか分かんない。怖いの大丈夫ですとかじゃないよね、出てくるんだよいきなり。おかしい。ねえ、もうでもね、そんなたけるくんももうびっくりでね、大びっくりのね、カササギ2013でございましたけどもね、もうこの興奮をね、たけるくんに代わって、ほんと皆さんぜひ来てね、今月いっぱいなってますんでね、あのしかもこれほんと選んだ選択肢によってエンディングが変わってもらえるクエストアイテムなんかもね変化するんでね、この気づいたんですけど、しいたけ子さんの髪の毛、あのモニターに映ってる方がひどいです。うわ、ほんと、うわ、怖さ増してます。気持ち悪いんだけど、キノコリン、こっちで見るとちょっとちゃんと普通のね、ほんとだ ね、 ね、そんなあの、はい、マルチエンディングを楽しんでいただいて、すべてね、体験してもらって、すべてのプライズアイテムね、ぜひ素敵なものがもらえますんでね、そうですね、ぜひゲットして、でね、終わったらあの共産店さんのお店でね、お買い物なんかしていただいたらね、楽しそう、ね、夏の思い出ぜひいいと思いますんでね、会社の時てキャーもいいかもよ、ねえ、おでつにもいいかもしれませんよっていう、椅子に座ってみればいい。相当頭きてる、たけるくんおすすめのね、椅子にもぜひ本当座っていただいてっていう感じで ね、 ね、はい、うん、ね、はい、楽しかったです。え、楽しかったですよね、はい、ほんとこれおすすめイベントでね、今月いっぱいですんで、あとちょっとですからね、皆さんぜひいらして、この興奮実際皆さんの手で体験してみてください。はい、はい、では今日ね、いつもよりちょっと長めでね、お送りしました、たびたび夢大陸でございますけど、お時間が来たようでございますので、来週もまた素敵なところに連れて、あなたをお連れしますよ。来週もまたお楽しみにね。お楽しみにね。バイバーイ。エンディングはたどたどしいので、そしてカササギスタッフの皆様、ありがとうございました。聞かせてよ詳しい蓄えないから。
Because I love you.